ビリルビン、ビリルビン、A、ビリルビンは、以前は、ヘマトイジンとも言われた黄色のヘムの通常の分解代謝物である。ヘムは、ヘモグロビンの抗生物であり、赤血球の主要抗生物の一つである。ビリルビンは、単汁または、尿から排出され、異常な濃度上昇は何らかの疾病を指し示している。ビリルビンは、アザの黄色の原因物質であり、により、 黄色く変色が起こる原因物質である。ビリルビンは極楽鳥化かの数種の植物からも発見されている。ビリルビンは4つのピロール菌、テトラピロールを有する快感したチェーン状の構造を有している。ヘムにおいては4つのピロール菌はポルフィリン菌と呼ばれる大きな菌につながれいる。ビリルビンは光を吸収するために 海藻類で利用されているフィコビリンと大変よく似た構造をしている。このフィトクロム色素は植物で光を吸収するのに利用されている。これらの物質は四つのピロールョ感を有する開管したチェーン状の構造を有している。他の色素と同じように光にさらすとビリルビンの二重結合が異性化する。この性質を利用して新生児の横断に光線療法が施されている。 光を照射したビリルビン異性体は、光を照射していないものより、水溶性が高くなる。ビリルビンの異性体の化学構造について誤った構造を掲載している教科書や論文がいくつか認められる。ビリルビンは、緑色の単重色素で無体者物の一つである。ビリベルジンがビリベルジンレタクターゼの働きにより、還元されて生成される。ビリルビンが酸化されると再び、 ビリベルジンになる。このサイクルはビリルビンの潜在的な抗酸化作用を示唆しており、ビリルビンは細胞内において抗酸化の生理作用を担っているのはないかという仮説が立てられる。赤血球は骨髄で生成され、古くなったり損傷を受けた赤血球は脾臓で分解される。ヘモグロビンも分解され、グロビンがアミノ酸に分解されるようにヘムも分解される。 脾臓の細毛内皮系、細毛細胞で、ヘムは、非方号型ビリルビンへと分解される。非方号型ビリルビンは水に溶けない。それゆえ、アルブミンと結合して肝臓へと送られる。非方号型ビリルビンは、関節ビリルビンとも呼ばれている。肝臓において、グルクロン酸転移酵素によりビリルビンは、グルクロン酸の方合を受け、水に溶けるようになる。 方号型ビリルビンは、ほとんどが、単汁の一部となって小腸に分泌される。方号型ビリルビンの一部は大腸に達し、腸内細菌の働きにより還元されて、ウロビリノーゲンに代謝される。ウロビリノーゲンはさらに還元されて、ステルコビリノーゲンになり、別の部位が参加されて、最終的には、ステルコビリンになる。このステルコビリンは、大便の茶色のもとである。ウロビリ農源の一部は、 再吸収されて、分子中央のメチレン元が酸化されて、黄色のウロビリンとなり、尿から排泄される。方合型ビリルビンは、直接ビリルビンとも呼ばれている。一般的に尿からは、非方合型ビリルビンは排泄されない。肝臓機能が損なわれるか、単純分泌機能が障害を受けたとすると、方合型ビリルビンは肝細胞から溢れ出し、尿から排泄され、尿は黒っぽい。 琥珀色となる。尿中の縫合型ビリルビンの存在は医学的に検査することができ、尿中ビリルビンの増加を意味している。溶血性貧血、赤血球の破壊の増加、血中の非縫合型ビリルビンの増加等の原因によりこれらの現象が起こる。非縫合型ビリルビンは水に溶けないため、尿中のビリルビンの量は増加しない。肝臓や胆汁分泌に問題がないため、 過剰な方合型ビリルビンは、通常の過程、方合、単重分泌、ウロビリノーゲ源への代謝、再吸収から発生し、尿ウロビリノーゲ源の増加として現れることになる。尿中ビリビリンの増加と尿中ウロビリノーゲ源の増加の間の相違は、これらのシステムの様々な病気の判別に役立つ。ビリルビンは、ヘムの分解中間体である。ヘムの分解は、 非常中のマクルファージによって開始される。このマクルファージは、循環中の古くなったり損傷を受けた赤血球を取り除く。最初の段階で、ヘムは、ヘムオキシゲナーゼ、HMAX により、ビリベルジンに分解される。ラトフが、還元剤として使われ、酸素分子が反応に加わり、一酸化炭素、c o が生成され、鉄が、鉄イオン、FE として、 ホルフィリン管から解放される。ヘム分解は DNA や脂質を損傷させる有害な酸化ストレスを速やかに解消するための反応で種の保存のために進化の過程で獲得されたものと考えられる。つまり細胞が有利したヘムにより発生したフリーラジカルにさらされるとヘムを分解代謝するヘムオキシゲナーゼ1が極めて速やかに導入されることとなるカズ3章。 その理由は、細胞は有利、ヘムによる酸化ストレスを迅速に解消するために、ヘムを分解する能力を指数的に増加させなければならないからである。これは、有利、ヘムによる悪影響を迅速に回避するための細胞の自衛反応であろう。2番目の反応として、ビレベル人が、ビレベル人還元酵素 BVR により、ビリルビンに還元される。ビリルビンは、 結晶中のアルブミンであるタンパク質と結合して肝臓に運ばれる。肝臓ではビリルビンがグルクロン酸と結合してより水に溶けやすいものとなる。この反応はブリジンにリン酸グルクロン酸定位酵素によって媒介される。この形のビリルビンは肝臓から単汁として分泌される。腸内細菌はジグルクロン酸ビリルビンのグルクロン酸を外し、 さらにビリルビンをウロビリ農源へと還元させる。ある程度のウロビリ農源は、小腸に吸収され、体内で腎臓に運ばれ、尿として排泄される。残りのウロビリ農源は、大腸を経て、ウロビリ農源の両端のピロール管が還元され、無色のステルコビリ農源が生成され、さらに、ステルコビリ農源が酸化されて、分子中央のメチレン元が二重結合化して、協約して、 大便の茶色の元となるステルコビリンが生成されて、瓶と共に排泄される。非方合型ビリル瓶による新生児の高ビリル瓶血症は、脳の特定の領域にビリル瓶が蓄積することによって起きるが、この疾病は、核黄疸（カーニクタースと呼ばれており、様々な神経障害、発作、異常反射、異常眼球運動という回復不能な障害を引き起こす。 新生児では、血液脳関門が十分に発達しておらず、ビリルビンが脳関室に自由に移動できるため、新生打カビリルビン血症の神経毒性が発現するが、ある程度成長すると、血中のビリルビンの濃度増加に対して抵抗力を持つようになる。特定の慢性疾患の状況下での発生はさておき、新生児は、方合型ビリルビンを腸内に排泄して解毒する。 腸内細菌をかいているため、大人に比べて、新生児の大便の色が薄い、大きな理由でもは、新生児では、一般的に、高ビリルビン血症のリスクが高い状況にある。方号型ビリルビンは、ベータグルクロニダーゼ酵素により非方号型ビリビリンに分解されるが、その大部分は、腸管循環によって、再吸収される。蒸気のような毒性を有する一方で、 適正なレベルのビリルビンには、活性酸素やフリーラジカルによる酸化ストレスから細胞を保護しているという可能性が指摘されている。血液検査では、ビリルビン全体の量、直接ビリルビンと間接ビリルビンの合計を、総ビリルビンという。水溶性の方法型ビリルビンを、直接、ビリルビン、ダイレクトビリルビン、D ビル、ジカ、ビという。総ビリルビンのうち、 水溶性の縫合型ビリルビンは、グルクロン酸縫合でできる、ジアゾトによって直接定めできる。使用性の非縫合型ビリルビンを間接ビリルビン、インダイレクトビリルビン、アイビル、マ、ビという。検査では可用化を要する。通常は T ビルと直接ビリルビンのみを測定し、間接ビリルビンは T ビルから直接ビリルビンを差し引いて算出する。 血中の T ビル濃度が高い病態を、高ビリルビン血症。血中の直接ビリルビン濃度が高い病態を、高直接ビリルビン血症。血中の関節ビリルビン濃度が高い病態を、高関節ビリルビン血症という。正常値は、おおむね、T ビルが 1mg デシリットル以下、直接ビリルビンが 0.2mg デシリットル以下、関節ビリルビンが 0.8mg デシリットル以下。 なお、では、ビリルビンは基本的に排泄物であるので適正な血中濃度というものはないが、いくつかの成人での血中濃度範囲例を下表のように示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。